こんばんは、ハムオです。先日スキル得意のポケモン別に、必要な所持数とタップ頻度に関する動画を上げたんですけど、今回はそちらの食材得意のポケモンバージョンになります。というところで突然なんですけど、皆さんお気に入りの食材ポケモンは、誰っていうのは正しい、どのポケモンでしょうか。よかったらよく使う食材ポケモンをコメントで教えていただけると嬉しいです。実際僕の動画を見ていただいている方が、どういうポケモン使われているのかなっていうのが気になるので、よかったら教えてください。で、今回もスキルタイプ同様、ポケモンプレイスタイル別にどのぐらい所持数が欲しいのかっていうのを紹介していこうと思うんですけど、ただでさえ厳選厳しいのが食材得意のポケモンかなと思うので、この動画で言いたいことは、最大所持数アップがいくつ必要ですよっていうよりは、ポケモンごとにどのぐらいのタップ頻度が必要なのかっていうのを、お伝えできればいいかなと思います。はい、というところでこんな感じでお話ししていくので、気になるところだけでも見ていってください。ではスキルタイプ同様、まず前提なんですけど、食材得意のポケモンが今回対象になります。で、お手伝いっていうのは木の実か食材を持ってくる行為をポケスリでは示していて、食材タイプのポケモンは基本的に拾ってくる木の実は1個、食材個数は AAA の時に2個、5個、7個の割合になってます。スキル得意と違って、食材得意のポケモンっていうのは食材構成が命みたいなところあるので、 AA の場合、 AB の場合、それから木の実 S を持ってるのか持ってないのかっていうパターンを、全て今回計算してきたので、おそらくご自身のポケモンと食材構成に当てはまる計算結果は全部あるんじゃないかなと思ってます。A と B のエナジーの関係で、食材ポケモンは結構変動しまして、第二食材 B だった場合、3個から8個まで変動するので、食材構成によってはね、結構変わっちゃうんですよね。で、第三食材解放されるともっと短くなるんですけど、今回はね、触れすぎない程度にはしてあるんですけど、一応第三食材解放後の計算も載せてあります。で、木の実 S に関しても、後ほどね、データはお見せしようかなと思うんですけど、木の実 S があると、所持数が埋まる時間がめちゃめちゃ早くなるので、例えば AA のカメックスで食M だけ持ってるパターンだと、4.4 時間が 3.3 時間に、1.1 時間ぐらいね、早く埋まることになるので、このぐらいの影響度と思ってもらったらいいと思います。で、前提はスキルタイプの時と同じで、レベル50基本無補正、食材確率 M のみ持った個体を想定してます。実際はね、もうちょっとサブスキルあると思うんで、上下はすると思うんですけど、大体ですね。で、今回も同様、最終進化のポケモンのみを計算対象としています。それでは各ポケモンの圧迫スピード一覧をお見せしていきます。まずこちらですね、レベル50無補正、食材確率 M のみで AA 構成ヒーラーなしの一覧がこんな感じになってます。こういう風に表にすると、意外に食材タイプのポケモンってこんだけしかいないんだって思っちゃったんですけど、これは僕の感覚がおかしいのかな。で、スキルタイプ同様、一応見方を説明していくんですけど、最大所持数、不思議花の場合27って書いていて、こちらは不思議種から進化して最大所持数27という形になってます。全てのポケモン進化回数、進化ボーナスを考慮した最大所持数を書いてます。お手伝い回数って書いてるところは、1時間あたりのお手伝い回数を示していて、ポケスリはランダムで発生するお手伝いっていうのもあるんですけど、一旦それはね、考えない形にしてあります。で、AA 構成の場合、1回のお手伝いで、だいたい 1.9 個ぐらい持ってくるので、そこから所持数が埋まる時間を計算できるって形になってます。で、ウツボットで計算すると、初期の最大所持数27が埋まるのが 6.3 時間で、それぞれ所持 S、M、L があると 1.4、2.8、4.2 時間分長く持つって形になってます。食材タイプのポケモンに関しては、食材確率アップとお手スピ系のサブスキルがあると、若干この辺のパラメーターが変わるんですけど、基本的にはどちらがあっても、所持数が埋まる時間が短くなると思っていただいて大丈夫かなと思います。ではここから分かりやすいように半分ずつに分けて紹介していくので、ご自身が気になるところで一時停止して、見てもらえればなと思います。まずレベル50無補正ヒーラーなし食材確率 M のみの、AA 構成不思議花からリザードのデータになってます。同じ条件でダグトリオからウッウまでの後半のポケモンになってます。次がさっきとほぼ同じ条件で、ヒーラーありの場合の条件になります。
前提のところで書いたんですけど、ヒーラーありっていうのは、元気 80% 以上を担保できる強強ヒーラーを想定しているので、まあ、これが最速と思ってもらって大丈夫です。同じく、後半のダグトリオからウウのデータになってます。次が、レベル50無補正ヒーラーありの職 M のみ AA 構成っていうところは変わらないんですけど、木の実 S を持ってる場合の計算結果になります。で、一番右に差分っていうパラメータを追加してあって、まあ、これは同じ条件で木の実 S ない場合に比べてどのぐらい所持数が埋まる時間が短くなったかっていうのを、ここに書いてます。なので、シギバナだったら木の実 S があると、まあ、1.1 時間ぐらい埋まるのが早くなるし、ゲンガーの場合は 1.5 時間埋まるのが早くなるって形になってます。で、この辺多少ずれるのは、まあ、ポケモンによって食材確率が違うので、まあ、ゲンガーとかはねもともと食材確率が少なくて木の実持ってくる割合が多いので、まあ、木の実 S があると圧迫速度が他のポケモンに比べて速くなるって感じになってます。同じ条件でダグトリオからウップまでの後半のデータも書いておきます。次がレベル50無補正ヒーラーなしの職 M のみで、今度は AB 構成のデータになってます。不思議場だからリザードンここに載せておきます。次がダグトリオからウップまでの後半のポケモンになってます。次がレベル50無補正職 M のみの AB 構成で、今度はヒーラーありの構成になってます。不思議花からリザードンのデータがこちらになっていて、ダグトリオからウウまでのデータがこちらになってます。さっきと同様、木の実 S ありバージョンも計算をしていて、同じく一番右に差分を書いてます。食材 B の場合は第二食材が、まあ、3個4個5個6個8個で遷移するので、まあ、AA で計算した時と結構計算結果が変わるポケモンが何体かいます。例えばここだとデリバードだったりとかアブソルとかは、第二食材リンゴの時に、まあ、6個とか8個持ってくるので埋まるスピードが速くなってるって形ですね。で、同じく後半のダグトリオからウウまでもこちらに載せてあります。さっきも言った通り今の環境だと、まあ、第二食材までを考えればいいんですけど、まあ、個人的には1周年7月のどこかで、まあ、レベル60が解放されたりするのかなって予想しているのと、まあ、今後もね踏まえた計算結果見たいって方もいらっしゃるかなと思うので、レベル100無補正ヒーラーあり食材確率 M のみの AAA 構成でも計算をしてきました。まあ、ただしレベル100想定っていうのはお手スピが今と同じような法則で上がっていることを前提にしているので、まあ、本当のレベル100はちょっと変わるかもしれないんですけど、まあ、参考値にはなるかなというところですね。まあ、レベル100環境になると、まあ、最大処理数あってもいいんですけど、やっぱりタップ頻度が求められる形にはなるんじゃないかなと思いますね。同じ条件で計算した後半のダグトリオからウウまでのデータもこちらに書いておきます。で、レベル100に関しても同じように、ヒーラーあり職 M のみ AA 構成の同じ条件で木の実 S があるとどうなるかって計算結果こちらに載せてあります。ダグトリオからウウまでの後半のデータもこちらに載せてあるので、参考にしてください。全部のポケモンをまとめるのはちょっと大変だったので代表して海竜だけ表を作ってきたんですけど、今回計算した結果全てを、同列に並べるとこんな感じになってます。まあ、直近の50レベル環境だと木の実 S つけた AA と AB が、まあ、3.46 から3.73 時間ぐらいの間隔なので 3.5 時間ごとにタップできるのであれば木の実 S はあってもいいんじゃないかなと直近は思いますね。では先ほど計算した結果をもとに、まあ、各ポケモン考察していこうかなと思うんですけど、まずデリバードとガルーラですね。この2体に関しては AA、AB どちらに対しても所持数アップが欲しいポケモンかなと思います。まあ、そもそもこの2匹に関しては無進化なので進化ボーナスの所持数アップっていうのがないのと、まあ、AA と AB で多少の差はあるんですけど 3.5 時間以内にタップって、まあ、普通に働いてる人からすると、まあ、ちょっと大変なのかなって思うんですよね。まあいろんなね環境があると思うので一概には言えないんですけど、まあ、3.5 時間以内にトイレ行っても大丈夫な環境であれば、所持数はね気にしなくてもいいかなとは思うんですけど、まあ、デリバードとか AB 個体だと 3.2 時間ごとにタップしなきゃいけなくなるんですよね、平均の計算的には。でこれはもちろん下振れ上振れあるので、デリバードがリンゴばっか拾ってくるパターンの時は、まあ、もっとね早めにタップしてあげないといけなかったりするので、だいたい3時間から 3.5 時間以内にタップできるかどうかっていうので、
まあ、最大処理数あった方がいい、ない方がいいっていうのが決まるかなって感じですね。で続いてがアブソルで AA と AB で処理数事情が変化するポケモンかなと思ってます。アブソルだけではないんですけど、アブソルの場合は結構顕著でして、 AA の場合はまあ普通のカカオカカオなので処理数埋まるまでに 3.9 時間ぐらいかかるので、まあ4時間だったらなんとかなるかなって思う人はいると思うんですけど、 AB だとリンゴを8個持ってくるので一気に短くなりまして、3.2 時間ごとにタップが必要になるんですね。でどちらかというと、この前の16ポイント族の厳選ランキングとかでもお話しましたけど、やっぱり AB のアブソルの方が今のところいいのかなと思うので、やっぱり、所持数アップある方がいいのかなって感じはしますね。無進化っていうところもあって。続いてが、カイロス、キュアワ、バリアード、ウメタモン、ダグトリオ、ドグロック、キテルグマになるんですけど、まあ、無進化か、まあ、一進化かみたいなところですけど、AAAB どちらの構成でも所持数なしでなんとかなるレベルかなと思います。まあ実際計算した結果がこちらになってて、だいたい同じぐらいの時間を、まあ、同じような色でつけてあって、まあ、オレンジにしてるところ、まあ、AB のメタモンと AB のダグトリオ、 AA のキテルグマに関しては、まあ、4.4 から 4.7 時間ぐらい持つので、まあここはね全然大丈夫かなと思うんですけど、他の構成に関しては3.7 時間から4時間ぐらいまでなので、まあ人によってはちょっと厳しいかなと思う方も多いかなと思うので、まあそれぞれ必要に応じて最大所持数があった方がいいのかなと思います。まあ、AB のキュアワに関してはちょっと 3.6 で短めなので、まあ人によっては結構きついって思うかなって感じですね。でメタモンとダグトリオに関しては B の食材がネギなので1回で持ってくる個数が3個になるので、まあ AA に比べてだいぶ所持数持つ時間が増えるって形になってます。で次がバンギラス、ゲンガー、不思議花、リザートンで、まあ、この4体に関しては AA、AB どちらでも所持数なしで大丈夫かなというところ、まあ、さっきはなんとかレベルでこの4体は大丈夫かなって感じです。実際計算してみると、まあ、AA、AB そんなに個数が変わらないので、だいたい 4.5 から、4.9 時間ぐらい持つので、まあ、ここも微妙なところではあるんですけど、まあ、そもそもこの4体に関しては2回進化して所持数プラス10されるので、まあ、結構余裕がある形にはなってるかなって感じですね。ゲンガーと不思議花、リザードの AA は少しだけ時間が短くなるのだけ注意ですね。で最後がカイリュウ、ゴローニャ、ズボット、ユキノオ、カメックスというところで、こちらの5体に関しては AA は所持数なしでも大丈夫、 AB は所持数いらないレベルかなと思ってます。で計算をすると、まあ、大体 4.6 から、5時間ぐらい持つので、まあ、個人的には所持数はなくてもいいのかなって、もちろんレベル50の環境ですけどね。こちらの5体に関しても基本的に2回進化、まあ雪の王だけはちょっと1回進化で違うんですけど、処理数がプラスされるので余裕が出るっていうところですね。でカメックスはちょっとだけ例外なんですけど、 AA の場合は普通の2個5個の割合になるのと、食材確率が高めなので 4.4 時間なので、まあ、人によっては所持数が欲しいかなっていうところなんですけど、 AB になるとカカオのエナジーが高いので3個しか拾ってこなくなって時間ぐらい所持数が埋まる時間が増えるんですよね。なので、まあ、基本的には最初 AB のカメックスをまあ狙うのがいいのかなと個人的には思ってるので、 AB を狙ってる方であれば所持数はいらない、 AA を狙ってる方であれば、まあ、人によってはって感じですかね。全体を通してなんですけど、だいたい食材ポケモンは 3.2 時間から 5.5 時間の間で、所持数が推移する形になってます。日中だけ考えるのであれば、今各ポケモンごとに説明した基準で所持数が必要かどうかっていうのを見てもらえればいいかなと思うんですけど、まあ、基本的に理想はタップ頻度を増やして所持数が埋まる前に回収してあげることかなと思うので、ゲームの攻略だけを考えるのであれば所持数はなくて、まあ、他のスキルとかお手スピとか食材確率とかにサブスキル振った方がいいんですけど、まあ、この辺はねどうしてもランダム要素なので、まあ、あったらラッキー、なかったらタップ頻度頑張ろうかぐらいでいいと思います。で寝る時間っていうのは100点取ろうとすると 8.5 時間、まあ、8時間半必要になるので、まあ、どのポケモンも足りなくなるんですよね、レベルが上がると。まあもちろん寝てる間は元気が減るので、まあ大体1から 1.5 時間分ぐらいは余裕が出るとは思うんですけど、
まあ、それでも8時間半所持数埋まることなく過ごせる食材ポケモンは今のところいないのかなと思うので、まあ、寝る時間すら無駄にしたくないよって方は所持 M か所持 L があった方がいいかなと思います、まあ、ただ食材タイプのポケモンはずっとパーティーに入れてる方もそんなに多くないかなと思うので、入れてる方はまあ木の実 S 持った海竜とかですかね。なので基本的には日中だけ考えるのでも十分かなと思います。で、木の実 S に関してなんですけど、まあ、あると大体1から 1.5 時間ぐらい埋まるのが早くなるのと、レベル60以降の、まあ、大胆食材解放はさらに埋まるスピードが加速するので、さっきね示したデータで、まあ、レベル100の AAA で大体 2.4 時間から 3.5 時間で時数が埋まるんですよね。で、それに木の実 S があると 1.8 時間から 2.7 時間ぐらいにめちゃめちゃ短くなるので、まあ、ある程度こうゲームができる環境の人であれば、木の実 S の強い食材タイプのポケモン厳選にしちゃっていいと思うんですけど、まあ、タップ頻度がね必要になるので、そこまでこうタップできないよって方からすると、まあ木の実 S なくてもいいのかなって感じはします。まあ、ただちょっとさすがにレベル100以降の環境を考慮されてない最大所持数な気もするので、まあ何かしらテコ入れはありそうな気はしてますけどね。というところで全体的になんですけど、まあ時間に余裕がある方は基本的に所持数はなくていいかなと思います。まあデリバードとかガルーラに関してはちょっとあった方がいいかなって感じですね。まああと無進化のポケモンはまあ全員ですかね。で、普通に仕事してる人からすると、まあスキルタイプと同じにはなるんですけど、まあ大体4時間から6時間ぐらいにはタップできるかなと思うので、まあポケモンごとに埋まる時間を見てもらえればと思います。寝る時間考慮するなら所持 M か L があった方がいいかなと思いますね。忙しい人は、まあ、なるべく2回進化して最大所持数が増えやすいポケモンっていうのを使いつつ、まあ、所持 L があるといいかなと思うんですけど、まあどうしてもタップ頻度が少なくなるともったいなくなることはどうしても起きるので、まあそこはもう許容って形がいいのかなって思いますね。ガチすぎないプレイスタイルの方がまあいいのかなって感じ。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。